イギリスの中央銀行、イングランド銀行は23日、政策金利を0.25ポイント引き上げると発表しました。利上げ幅は前回2月の0.5ポイントから縮小しました。利上げは11回合連続で、政策金利は4.25%に引き上げられます。声明文では、直近の消費者物価指数は予想外に伸びが加速したとしながらも、 年末にかけて急減速するだろうと予測しています金融不安の高まりに関してはイギリスの銀行システムは豊富な資本と潤沢な流動性を維持していると強調しています一方、スイスの中央銀行、スイス国立銀行は23日政策金利を0.5ポイント引き上げて1.5%にすると発表しました0.5ポイントの利上げは2回合連続です 声明文では UBS によるクレディ・スイスグループの買収など一連の措置が危機に歯止めをかけたとしてインフレの抑制を続ける姿勢を示しました。